こんにちは。追っかけ情報局局員の原井田師匠です。今日の動画は8月28日までお台場のフジテレビで行われているお台場冒険アイランド2022に行ってきたので、そのお話をします。最終日の前日に行きました。本当は木曜日に行こうと思っていましたが、ちょうどその日 JO1 が公開収録をすると言っていたので、混みそうだから断念しました。その時の様子は YouTube チャンネル「フジテレビュー」と JO1CXTV 公式 Twitter でちょっと公開されています。近日放送予定だそうです。前日に公開収録の告知があって、ジャムが殺到したため SNS では賛否両論あったかもしれませんが、ジャムのための収録ではなく、ちょっと落ち込んでるかもしれない JO1 メンバーたちをたくさんのジャムに合わせてあげるためだったんじゃないかなと私は思ってます。本当にいっぱいのジャムがいましたね。JO1 もテンションが上がったんじゃないでしょうか。私はデブショーのせいか、お台場というところには5回くらいしか行ったことがありません。お台場まで行くのはちょっと旅行の感覚です。なのでこの日もぐずぐずしていましたが、なんとか夕方の5時半頃お台場に着きました。フジテレビは初めてです。ゆりかもめの台場駅からすぐですね。ここがハットグのキッチンカーです。そしてこれがキッチンカー正面です。5時半にもなると誰も並んでません。そして私はポテサラが食べたかったんですけど、やっぱり売り切れてました。買ったのはこれです。ホットホットハットグ、沖縄タコドッグ、マルゲリータハットグ、スイチリハットグの4つとキウイジャムドリンクです。この売ってるドリンクがキウイジャムドリンクになった理由がキッチンカーのモニターで流されています。その流されている映像は JO1CXTV の公式ツイッターでも公開されてます。これ与那城くんのキウイだったからよかったけど、当たっちゃダメなメンバーもいますよね。スカイのトリュフとかだったらどうしたんでしょう。この美味しいキウイドリンクを飲みながら、持ってきたパックにこの4つのハット具を詰めて家に持って帰りました。ジャムの密度が良すぎると噂のゴミ箱も見てきました。確かに綺麗にトレーが重なってました。写真を撮ろうかと思った瞬間、おじさんがその上にどさっと無造作にゴミを捨ててしまって、綺麗なのが終わってしまったので写真は撮れませんでした。もちろん JO1 がサインを書いてたパネルは写真を撮りました。そんなこんなでほぼ10分でお台場を後にしました。家に帰ってゆっくり食べることにします。私はチーズハットグってものを食べたことがなかったので、外側だけじゃなくて中がすごく気になってたんです。沖縄タコドッグを真ん中で切ってみました。こんな感じです。なんとチーズがなくてソーセージが入ってます。魚肉ソーセージっぽいですね。チーズハットグってアメリカンドッグの中身がソーセージの代わりにチーズが入ってるもんだと思ってました。ソーセージの周りの生地にチーズが練り込まれてるのかなと思いながら食べてみたら、チーズが出てきました。なので次のハットグは切り方を変えます。こっち向きに切ってみました。この写真の左側がソーセージ、右側がチーズです。左側が棒が刺さってる方なので、このハットグを上から食べると最初がチーズで途中からソーセージになります。チーズもソーセージも楽しめて美味しかったけど、普通のチーズハットグもこうですか？今度違うところのを食べてみようかと思います。この4本の中では私は沖縄タコドッグが一番美味しかったです。レン君のサインに1日5本って書いてあるけど、さすがに無理ですね。お腹いっぱいです。冒険アイランドはもう最終日ですが、せめて8月いっぱいまでやってくれたらいいのにと思ってしまいます。最終日はバーチャル冒険アイランドの方は目覚ましライブ祭りですね。JO1 は大トリの21時からです。まだ見てない方も、もう一度見たい方も忘れないようにしましょう。先日の JO1CXTV では、目覚ましライブのムーブ・ザ・ソウルが放送されましたが、ダンスブレイクのとこでは面白シーンに変わっちゃってたので、最終日の目覚ましライブ祭りでもう一回見て、しっかり目に焼き付けようと思います。それでは今日は以上です。原井田師匠でした。ありがとうございました。